ミニバイクの魅力はですね、やっぱり手軽にできるっていうのが一番だと思うんですよ。見ての通り、小さいバイクなんでプラモデルみたいな感覚ってよく言うんですけども、そこに加えてですね、やっぱり実際に乗れると、で自分で改造して気に入らなかったら変えるとか、まあ、完成したものでも一度壊してまた作り直すとか、そういうのがもう無限にやれる乗り物というかおもちゃだと思うんですよね。そういったところがもう多分最大の魅力なんじゃないかなと思います。できれば同じものは作らない、もしくは同じようなメニューでもどこかしら変えて、そのお客さんのオリジナリティを出してあげたいなっていうのは常に感じながら仕事はしてます。そうですね、なんだろうな、まあ、いろいろ理由はあるんですけども、一番大きなところはおそらく、まあ、ホンダという車両においてですね、まあ日本のメーカーじゃないですか。日本という国から発信しているものに対して、まあ、日本人がやらないんでどうするんだというところが一つあると思うんですよね。まあ、例えばこれが僕がやらないとして、まあ、他にショップさんはあるかと思うんですけども、海外の力も強いですから、やっぱりここは意地になってやっているところは正直あります。できることであれば、そのバイクの中でわびさびを出せればと、まあ、日本の文化でもありますんで、なかなか難しいことではありますし、まあ、一生多分表現できないかも分かんないですけども、まあ、それが、世界に広まって世界の方から認められるようなものになれば、すごくそれは幸せなことじゃないかと思って仕事してます。